加藤さん、2乗戦中レースで、まあ、A で4着権利ということもありましたけど、ライン3人全員で上がりますか。そうですね、もう100点満点だと思います。一つポイントは、あの赤番前っていうんですかね、うん、あの高橋さんのところに対する動きっていうのは、うん、まあ、前取ってマイナスな部分がないようにって考えて、うん、まあ、なるべく相手に足使わせるので自分のタイミングを作って、うまくできたと思います。ちょっと岩津さんの位置もあったけど、その引いたところからすかさずっていうのは。そうですね、まあ、そこは想定外でしたけど、うん、まあ、うまく対処できて、その後いい走りができてよかったですね。もう本当に何度も走ってきた浅井さんと坂口さんだし、もう、ね、自分が先頭にさえ出れば、うん、もう2人が何とかしてくれるっていう思いがあったので、うん、できることだけ考えて、あとは一生懸命しました、うん。それこそ、ちょっと中部同士で連携する G1 が最後かもみたいなところあるけど、うん、なんか作戦会議だったり話したりで、ちょっと思ったりすることあるんですか。まあ、それは常に思ってるんで、うん、まあ、その中で、やっぱり中途半端なレースにはならないように、うん、まあ、その中でしっかり気持ちの入ったレースができてるので、いいですね、うん、はい。もちろんその、決勝に中部の仲間と乗れるかどうかっていうのは。まあ、そうですね、本当。それを目標に今回さえやってきて、うん、まあ、2走は頑張っています。監督もその1日の休みの分も含めてですけど、うん、より良くなって、はい、プラスにできていると思うので、あとはしっかりまたさらに上積みできるように考えています。本当準決ちょっと、まあ、メンバー出てからですけど、そうですね、楽しみ、はい、しっかり頑張っています。ありがとうございました。